願いします。怪我しないっていう目的なんですけど、楽しくね、やっぱり稽古で彼みたいに楽しくやった方がいいですよね。で我々は遊びでやってるんだけど、我々ってプロの人はプロでやってるんだけど、お金そのご飯食べるためやってるんだけど、我々遊びだっていう気持ちでいつもやってるんですよ。だから楽しくなくたらやめちゃうんだし、だから楽しさの追求だと思ってるの合気道ってね、割とそういう話。まあいいや、それで、展開やんでも楽しく、ああ失敗したら楽しくないんだよね。だから楽しくやるために、じゃあどうしましょうっていうことだから、楽しくやるために早めにもらった方がいいよとか、なんていうのかな、こう競争しないでこうやってやるって、そう安定してるとか、で結果的には、まあ、さっき岡田さんやってましたけど、そういう竹武細菌と同じようなね、そういうところとぶつからないように、遊びなんだけど楽しくやって、こう自分が安定してるって、そう安定してないと楽しくないよね。いつも上下だけど安定してで楽しいって、そういうふうにやってるんですよね。じゃあ転換からやりましょう。転換言ってるのはいつも同じ、いつも安定してて、自分が安定してて自由に動ける、転換して自由に動けるで、気にしてない、あんまり気にしてない、こう気にしてない、気にしてないで、こう自由にいてもいなくても関係ないって感じ。じゃあちょっと転換からやりましょう。いろいろ形があるから、形を使ってそういう稽古してるんですけど、先生によっていろいろ考え方あるから、でも間違ってることは言ってないけど、大体ね、それで形を使って、まあ、僕の場合はこう形使って、今の転換でこう手が空いてたら、こっちの手が空いてたらこうやってこっちの手が空いてたらこういう、でどっちの手でもいいんだけどね、それで形を使って、形を今は四方投げやったけど、入り身投げ転換して、なんていうの、天地投げでもいいし、で形を使って、なんか形を使ってこういう形をうまく、なんていうの、優先順位は変わらないから、形まっすぐとか気にしないとか、そういう優先順位は変わらない。いくら技をやっても投げる目的でやっちゃうと投げちゃうの。投げちゃうっていうかな、投げる目的じゃないからね。最初言ったように遊びの目的とかいろいろあるんだけど、姿勢がまっすぐとか、そういうことだから、投げる目的じゃない。だから転換してもう投げる目的じゃない。で自分が安定してる、で気にしないで、こうね、まあ、投げる目的じゃないってこと。じゃあそういうことで、いろいろ形あるから、いろんな形を使って、まあどうしようかな、右手左手、例えば右手左手ね、あ、どっちでもいい、右手左手、これ右手掴んできたら左手になったりね、でこう上から下とか、全然気にしてないわけ。こう来てるよ、ほら、こう右手掴みに来たんだけど、結果的には左手でやっつけてるって、それ自分が安定して自由に動けるって、そういう話だから、こう来てこう何をやりましょうってやるのが一番馬鹿げてるっていうかな、自由なんだから、本当は自由にいろいろ、相手に合わせてる、相手こう左手打ってきたら打ってきた、それに対してどうするか、こうやって関係ねえんだよって、関係ねえんだよとかも関係ねえんだよ、やってれば関係ないところが、今の塩投げですよってこうやってやったら、なんていうの、くぐんなきゃとかって思うからね、ダメなんだけど、こうやってやったら自然とこうやってくぐる必要ないの、こうやって回ってきてくぐる必要ない、で近づいてこうやって落としてきたらって、そういう話じゃない。だからそれ優先は、優先順位もう一回戻して、まっすぐ自由
そのなんていうので、天と地とかね、あの神様みたいに思ってもいいし思わなくてもいいし自由、いろいろ考え方あるから、あのただ基本は変わらないですから、基本は変わらないっていうのは争いじゃないってこと、争いでやってるわけじゃない、争いやるんだったら相手じゃないことやった方がいい、多分大統領とか、プロレスとか空手とかね、そういう競技系の技の方がいい。でも合気道は何でもできるから遊びでやってるんだけど、僕はね、あのそういう話です。でまあ少し時間まだあるんで楽しむのはいいんだけどね、あのいついちゃうじゃない、こういうふうにいついちゃったら、いついちゃったらいついちゃって、いつきをどうやっていつきの中からいつきをあのないつかないように探すっていうか逃げる方法とかやってる人もいるんだけど、いついたら終わりなの、いついたら負けちゃうんだから、やられちゃうんだ、だからいつかないようにしたいの、だから自由に、初めから自由に、いついたらね、いついてこうに投げようと思ったらいついちゃうの、いついて投げる、投げるわけないんだよ、若いんだから彼の方がだからいつかないようにするのが練習だから、自由、心が自由なの、あ、心が自由なのじゃない、心が自由なので、だからいつかない、いついたら終わりだから、いつかないようにしてんの、全然いついてないの、いついてないで、ほらいついてないの、全然来たらやっつけてんの、来たらやっつけてんの、ほらこうやってやっつけんの、これ君すごいうまいんだけどねそういう話だから、そういうことを考えてほしいわけ、あのいついたら終わりなんだって話で、自分が強いといついてもやっちゃうの、だから弱いの、だから井野君も言ってたんだけど、彼の方が強いの、彼の方が身体能力上なの、身体能力上だったらそういう競技も身体能力を競うんだったら、そういうね白川先生みたいなのもいいかもしれないけど、僕らはね、例えばじいちゃんになって体動かないわけだよ、で足痛いなとか、やっと階段上がって本部道場もやっと手すり持ちながらやって、上田さん手すりつかないと上がらないんだねって、いや上がれないんですよって言うぐらい広いわけ、そういう中でもやってんだ、稽古やってんだけど、それはあのなんていうのかな、まあ遊びだからやってんだけどさ、そういう身体能力を使わないでも稽古できるっていう、あ楽しめるっていう、そういう話ね、それで楽しんで合気道をいろんな方向から楽しんでほしいってことで、競争に走っちゃうとその楽しめなくなっちゃうから、どっちが強いかとかね、そういう話になっちゃって楽しめない、だから楽しむためにどう自由に動くっていう、そういう話で、右手を使うとか左手を使うとかね、左手を使うとか言ったけど、中心、それ中心で、彼も中心を守ろうとして、こういうふうに手をね、こう、どうそうそう、手を組んだよね、で来た時は気にしないで、こう、気にしないで、こう、気にしないで、こう、やるとかさ、そういう、で、後ろを外れて、こうやるとか、こう出てくるとか、そういう話じゃない、そういう、そう。で自分を守りながら、守りながら外れてないんだよね、だからあのなんていうのかな、外れちゃってやっつけちゃうとこうなっちゃうから、外れてないってこと、こう外れてない、で足が自由、そういうことが優先してる。だから何のために稽古やってるかっていうと、なんていうのかな、競争するためじゃなくて、まあなんていうのかな、そういうこう待ってりゃ来る。だから待たない。待ってりゃ来る。だから待たないで。ああやばいなって。この手でやばい、あやばいなってこう。でほらすと手が来ない。手が来ない。そういう風にやりたいわけ。この手をこの手で、あっとやばい、あやばい、やばいって、じいちゃんの何やんだよお前。そういう風に思ってるわけ。そういう。だからね、そういう風に楽しんで、だから怪我しないように、それ資格をもらって、
で彼が勝手に倒れる、で自分は安定してる、そういう感じ。じゃあもう少しやってみよう、あとまたあと10分ぐらいやる。いろいろ話を聞いたんですけどね、ちょっと難しいんですよ、どうしようかな、こういうのやってみようかなと思って、ちょっと試しですけど、誰かじゃあその僕の手使うんですよね、掴んでくるんですよね。で大体ここを彼女は拠り所にして、僕も拠り所にして、どうこう動こうと思ってるわけで、ここを通じて彼女の動きを察知してるの。でもね、こう出してると、ああここでって思うけど、こうやって持ってるので、ここ使わないようにして、いいよ、そうだ、使わないの、全然関係ないの、ほらついてきてくれるの、でこういうふうに、それで やめたの、やめたらこうなったの、ここ持ってるだけ、もうあんまこうやってやってるだけ、こうやって自分はこうやってやってるだけで、ここはセンサーだから、でもセンサーだけど感じてるだけね、そういう感じでやって、倒れるよね、ここは動かさないように、だからここは筋肉使わないように、ここは腕は使わないようにして、で感じるだけね、ここ感じるだけ、そしてこう動かしてみる、そういう形で、ちょっとやってみましょう、どうぞ。手はなるべく中心で、やべえなってこういうふうに、あなんか石が飛んできてやばいなって、こういうふうに中心を守る、だから中心をこうやって中心を離して、こうやってさよならってやらないで、例えば球が飛んできたらこうやって受けるって、こう伸びてんだけどこう受ける、こうやって弾くんじゃなくて、パーンってバットで打つのは弾く感じで、なんていうのかな、球を取るにはこういうふうに伸ばしてるのをこういうふうに縮めてくるんだよね、中心にね、こういうふうに持ってきてんだよね、それで2挙とか1挙とか正面打ちとかやってんだよね。で中心を守るって、じゃあどうしましょうって、中心を守るっていうのをちょっとやりたいんですよね。であんまりこう出していくんじゃなくて、中心をやばいなって、こうやばいなってこういう感じで、ちょっとやべえなってやってみようと思うので、やべえなって、じゃあまあこう持つね、やべえなって、この手すごい力だけど、僕がいたんじゃ、ここにいたんじゃね、いたんじゃ手の力だけなの、パッて、でも僕がここに近づいて、こうあっと来れるでね、で中間こう何ていうのかな、手、彼が止まってて、僕が止まってたらだよ、この手を近づけて、この手をやべえなってやるのにね、いかないんだよ、でもここにやべえなっていうときに、僕の体がふにゃふにゃで、そしたらふにゃふにゃでやべえなってこうやるの、例えばそういう形、それでそれをうまく使って、この彼を引き寄せてくるのと、自分の やべえなっていう感覚を、この手とか、この手が来たらやばいな、膝が来たらやばいな、だからやばいなってこう、これと一緒にやってんの、 なんていうのかな、自分が動かないでやってんじゃないの、自分が動けるところは動いて、そしてまっすぐ、動けるところは動いてまっすぐ、そういう感じね、動けるところは動いてまっすぐっていう感じ、わかる？そうすると真ん中入れる、そうすると防げる、やばいの防げるという話ね。じゃあそれだけやってみましょうか。はい、どうぞ。今度は手は使ったんだけどね、ちょっと足をも使ってみようかなって、そういう話だよね。じゃあそっちの若いお兄さん、若いお兄さん、
で、あのね、手つかじゃ、いいよ、こっち持って、で、ガチが、まあいいよ、で、これは僕は全然、なんとなな、さっきやったのは僕、いやいいよ、持ってる、はい、で、こう、ガチに持ってたら、僕が、こう、形と 50%、50% どうしましょうって。ね、そういう話でしょ。で今度は足を使うの。今は足をあんまり使ってなかったんだけど、意識的に足使うの。意識的にいいよ、持って。意識的に彼の視覚を考えて、彼の視覚、こっちだったら来ないな、こういう、全然手は考えてなくて足使ってるの。足使ってる、足関係ないの、関係ないの、こうやってあ、ごめん、こうやって彼の資格をもらいましょうね、そういう話。足使ってんの、足そういう話ね。足こっちでもいいよ、こう足で、足をたくさん使って、ここはあんまり使わない、ここを動かさないで、足をたくさん、足を使う、足使わない、ここ使わない、使わないで、こうやって置いたら使わない、足使うの、そういうのを意識的にちょっと、足使うの、手は使ってないの、足使ってんので、そういうのを意識的にちょっとね、足使って、なんていうのかな、崩す、相手を崩していこうって、そういう話。今度はね、いろいろやったんだけど、足を自由に使うとか、いろいろやったんだけど、まあ、全体それ使ってやってみようかって話で、いろいろ難しい、例えばさ、こう来て、あ、そう、こうね、自分が入るから、こうね、彼反応良すぎるっていうか、すごい早いから。すごい僕も大変なんだけど、こう、ああそうね、こう起き上がってきた時にこう、例えばで、全体を使ってなるべくこういうところでこうやらないの、ここ使うの、こういうふうに、ほら全然ここ使ってないね、ここ使ってんの、いいよ持ってね、こうガッチリ持って、ここを使うと彼に負けちゃうの、だから僕はちょうどいいあれでここ使ってるの、これを援助してもらって、なんていうのかな、これを援助するためにこういうふうに使ってるの、そうするとここは力いらないの、ここでやってるから、ここら、そしてこういうふうに出してるの、だからこうやってして、そしてこう入った、こうやって入って、こう、だ何もしないでいいよね。何もしないで。で、こうやって。何もしてないように、なんつうのかな。こういうふうに、こういうとこ直接的やってないんだけど、こう、ただこう、なんていうの、こう、ああ、ちょっと押さえて、しら、もうおじいちゃんなんだからさって、そういうふうにやってんだよ、ただそれだけ、だから、そういうことを意図して、あの、なんていうのかな、動くの、こういうとこ直接やらないってこと。こういうとこ直接やらない、こういうとこ使うの、そうするとほら、こういうとこ使うの、直接やらない、こういうとこ
ほら、直接やらない、直接やらないと、そうするとこういうふうにやって、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 こう何にも直接やらないってことがコツだから、ちょっとやってみようかなって思ってたね。直接やらない、直接分かるよね、直接やらないって分かるよね、直接やらないで、こういうとこには直接やらない、直接やらないこういうところからってんの、こういうところ、こういうところがこう、ほら、直接やってない、直接やってない、直接やってないの、直接やってないの、分からないかな、分かるよね、分かるよね。じゃあそういうことで、じゃあちょっと直接やらない練習、じゃあ次はね、じゃあやろう、こういうふうに、こういうふうに来るじゃん、で、いついてんの、やって、で、ここいついてんのに、行き止まりなのにやっちゃうっていうの、そういう癖があるの、みんな、行き止まり、例えばさ、僕やるよ、彼女すごいんだけどね、こうやってやって、行き止まり、ああ、行き止まり、これ行き止まりなの、本当のことだって。これ以上やり続けたら力でやることになっちゃうの。ほら、行き止まり。じゃあどうする？やめるの。やめるの。やめて違うこと考えるの。ほら、やめて。で、これ行き止まりなの、これ。行き止まりでこれ以上やり続けたら、彼女はすごい、なんていうのかな。すごいよ、この格好。こうやってやるの。これ行き止まり。だからやめるの。やめて違うところ、ほらリセットってのほらリセットするとほらできるぞ、ほらリセットしなかったらやり続けなきゃいけないの、こうやってで、やり続けてるうちにやられちゃうの、こうやってやられちゃうの、だからそういう話ね、早く気づかないとやめれないの、あの行き止まりに気づかないと、あこの道行き止まりだって早めに気づいて引き返すとか、あの乗り換えるとか、それが大事、それが普通の人は行き止まりをやってればやってるほどそれが早くできるんだけど、それが遅くならないように、だからこうやってやって、こうやってやろうとしたら行き止まりになったの、したらやめないダメ、やめて違うこと考えない、それ大事、やめて次のこと考え、違うこと考えよ、違うことほら違うこと考え、違うそれじゃすごいんだよ、なんかこの人はさ、俺のことになんかすごくなんかあれがあるんだよ、なんかああそうそう、なんか宿敵じゃないんだけどね、いいよ、こういうふうに来たら、いやそうそうしたら行き止まりなの、行き止まりで変えなきゃダメ、変えなきゃ、そう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 、そっとやられちゃうの、だから行き止まりだってことは早く気づくこと、それと乗り換えることね、乗り換えること、それを意図してちょっと稽古しましょう、あと5分間、じゃあ最後であの呼吸法やります、あの整理体操ですから、あの今回の合宿のその整理体操ですから、まあね、本当は忘れてくださいね、あのここで習ったことはや忘れると、それがコツですから、忘れてはまた思い出してっていう、そういう話ね、それでまっすぐ、そしてどこに意識してやってたんですかって、であの どこに意識してるかね、今回はね、次回はまた違う意識使うんですけど、今回はどういうふうにどう成長しましたかって、そういうことは分かってて、それを忘れるってことね、でまっすぐまっすぐで、まあそうそうそう、まあいろいろやり方ありますけど、まあそういう話です、じゃああと5分間、じゃあ呼吸法やって終わりにしましょう、はい、はい、ありがとうございました。